セコ、モハメド・ホフ,ファナは、フランス・パリ出身のコートジボワール人、サッカー選手、RC ランス所属。ポジションはミッドフィールダー。パリ FC、FC ロリアンのユースを経て、2013年に、マンチェスター・シティ FC のユースへ入団。2014年夏に、チャンピオンシップのフラム FC へ1年間の、レンタル移籍し、リーグ戦21試合に出場。 2015年3月15日のハダースフィールド、タウン FC 戦ではリーグ戦初ゴールを記録。フラムではボックスツボックス型の MF として評価を高めた。2015年7月29日、リーグアンの SC バスティア1年間のレンタル移籍。2016年6月23日、セリエ A のウディネーゼカルチョへ5年契約で完全移籍を果たした。 2020年8月18日、RC ランスに移籍した。フランス代表として、世代別代表を経験。しかし2017年4月に、コートジボワールサッカー連盟より、コートジボワール代表を選択したことが発表された。2017年11月11日に行われた2018、W 杯、アフリカ予選のモロッコ戦にて、コートジボワール代表デビューを果たした。 ありがとうございます。